皆さんこんにちは、みのりんです。今日はなんとじゃじゃーん、重い、なんと1万円分のスライムの福袋が届きました。といっても送料込みの1万円で、海外から届いたのでたまに送料数千円かかったりするので、スライム自体が1万円ではないんですけども、すごく興味あるんですよ。いろいろなスライムが入っているそうなので、早速見ていきたいと思います。まずおまけでこれが入っていました。海外の菓子を入れてくださいました。これはこれは何だろう。あ、はいはいはい、これ放射ですね。もしスライムが緩かったらこれを使ってくださいとのことです。あと可愛いストローもついてきました。じゃあ早速スライムを開封していきましょう。まず一つ目、こちらラベンダーラブだそうです。いきます。クモスライムです。あ、めっちゃいい香りする。ラベンダーの香りですね。ふわふわなスライムです。色も可愛いし匂いもいい。はい、では一つ目でした。二つ目はこちら、これはガミーデライト。いきます。おー、これは結構ねっとり系でしょうか。グミの匂いがする。本当にグミのパッケージを開けたらこの匂いがします。感触が全然普通のスライムじゃないです。なんていうか、本当にグミを溶かしたみたいな感触です。面白い感触です。次はこちら、トースティッドマシュマロー。マシュマロなんですごくふわふわしているんでしょうか。では開けてみます。甘い匂いがします。マシュマロだ。ものすごく小さな粒々が入っているような、ただの白いスライムじゃない感触です。何かが入っています。でもなんだろう、シェービングフォームのスライムとちょっと違いますし、え、わかんない。いや、もう海外のスライムには驚かされます。次、コッパーオブラブ。ねっとり、すごいメタリック系で綺麗です。あ、下の方にハートのスパンコールがありました。あ、だからコッパーオブラブなんですね。ハートのスパンコールかわいい。すごいメタリック系です。ツヤツヤ。材料としては普通のスライム系ですね。はい、では次こちら、いきます。おお、スパンコールがいっぱいでかわいい。ちょっと固めなスライムですね。でもこれぐらいがちょうど手につかない感じなのでいいです。でも梨っぽい匂いっていうよりはやっぱりシャンプーみたいないい匂いです。いいスライムですね。かわいい。次はこちら、あ、ちょっと今回今までよりちょっと大きめのスライムです。ピクシーダスト。あら、かわいい。おー、弾力がすごいのでゼリーみたいです。下の方にいっぱいスパンコールが溜まってます。混ぜるのがもったいないけど混ぜちゃいましょう。透明、ここまで透明なスライム作るのは結構大変だと思います。何日か置いてかないといけないので。あ、これもいい匂いがする。どのスライムもすごく本当にいい匂いがするんです。次行ってみます。まだね、小さいスライムがいっぱいあるので小さい方を開けていきます。ヤミーガミー。ネーミングセンスが可愛いんですよ。おー、グミっぽい匂いがするのかなと思ったらそこまでではなかったです。でもシャンプーみたいないい匂いがします。これはスパンコールがいっぱい入っているのでいい音フェチになりそうです。キラキラが綺麗。次はこちら、あ、クラウド系かな。あ、クラウド系でした。ルートビアの匂いがすごい。どうやったらこんなに強いルートビアの匂いができるんだろう。糸が引くようなクラウド系はかっこいい。今度ルートビアが飲みたいなと思った時にはちょっとこれを嗅いでみます。よっ、マンゴーの匂いだ。こんなに色
ろんな種類の匂いをゲットできるとかってすごいですね。いいスライムです。どうやったらこんなにグミみたいないい弾力のスライムができるんでしょうか。もしかしたら元々の素材的に海外のものだとこういう風になりやすいのかもしれないです。匂いがいい。次はこちら、石鹸みたいな匂いがしています。柔らかいスライムですね。ちょっと柔らかいのでこうやって手にくっつきやすいですが簡単に取れます。柔らかすぎた場合は放射を使うようにと入っていたので追加してもいいと思いますが、私は全然気にならないしこの感触が好きなのでこのままにしておきます。もっと小さいスライム以上で次からは中くらいの大きさになります。あ、もう絶対パイナップル、匂いがパイナップル。クラウド系は一番のお気に入りかもです。すごい気持ちいい。しかも手につかない。もう絶対今度クラウド系作ろう。次はヌーズローブ。あら可愛い。なんだろうこれ、すごく大きい発泡ビーズですね。小さい発泡ビーズを入れたことあるんですけど、このぐらいのサイズは入れたことがないです。大きい発泡ビーズはちょっと感触が面白いですね。でもあり、良い良い。はい、では次行きましょう。何かすごく粒々がいっぱい入っていますよ。そこの方にペレットがいっぱい詰まってます。めっちゃ綺麗じゃないですか。これめっちゃ綺麗だし音もいいので、音フェチ好きさんにはこれが一番いいと思います。まだまだあります。いきます。めっちゃバニラの匂い。すごい、どうやったらこんなにいい匂いできるの。あ、ちょっとペタペタ系ですね。ちょっと蓋についちゃったので中に入れて。いいな、この匂い欲しい。はい、では次いきます。次、あー、ちょっとこぼれちゃってますね。いっぱい入れてくださったんでしょうか。チョコレートミルク。蓋がちょっときついですね。おー、チョコレートミルクの匂いと色の再現度がすごい合ってます。良いですね。はい、では次いきます。こちらがラスト3つの超でかいスライムです。ではまず1つ目、スニッカードゥードルバッターいきます。これは頑丈な入れ物です。ん？おお、柔らかい。これまた匂いがいいんですよね。何のスライムだろう。シャーベットスライムかな。クラウドスライムとまたちょっと違う感触ですが、すごく似ている感じで、ちょっとわかりますか。普通のスライムとはまたちょっと違う感触です。多分ね、シャーベットスライムだと思います。あ、これは気持ちいい。全然手につかないし伸びるし、ふわふわしています。伸びる。レッドベルベットクリームチーズ。おお、ねっとりしてる。これまたいい甘い匂いがします。これは結構スタンダードなスライムです。この弾力の秘密を知りたいです。じゃあ最後いきます。こちら、 Let go my ego。 なるほど。おお、クリームチーズみたい。さっきのスライムよりはちょっと柔らかめのスライムです。また違った感触で遊べるので楽しいです。これを嗅いでいたらお腹が空いてきちゃいました。はい、で以上です。はい、これで全部のスライム紹介終わりました。あと今回はわざわざ1万円分購入させていただいたんですけども、1000円から福袋を売っていたりするので、気になる方はぜひぜひ見ていただければと思います。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。